急に引っ越しなんか。しょうがないやろ。この豚が会社クビになったんやから。違う。あれは部下に舐められたんや。俺を信じてくれ。お父さんいらっしゃいんやろ。部下なんかおらんやん。いらっしゃい。いらっしゃい。ブタシャイ。やめろ。ほら、はよ、二ほどきして。お、このシール、俺が使っていい？それはあかん。なんでよ。この家狭くて全然収納する場所はなさそうやし。渡る、そこだけは絶対に開けたらあかんで。前ここに住んどったのはお父さんの知り合いでな、その人から絶対にこの押し入れは開けたらあかんって言われとんや。なんで？何回も聞いたんやけど教えてくれへんかったんや。絶対にあかんで。なんやねん、いい年してビビって。その日の夜、たける、ちょっと起きて。あー、なんやねん、あの押し入れ開けてみよう。やめとこう。何ビビっと。いや、眠いし。いいからいいから、行くぞ。ほら、開けてみて。いや、渡るが開けてよ、怖い。はぁ、あ、そんなわけ。うわぁ、おい、助けてくれ。大変や。本当にこの二人から俺は生まれたのか。おい、おはん、起きろ。おっさん、起きろ。起きろ。なんやねん、おっさん。なんやねん、年下韓国系イケメンと結婚した世界線のいい夢見とったのに。ないない、タケルが大変だよ、お尻に。なに、だから開けるなって言うたやん。開けてはないんや、近づいただけで。ここに座っとったら急に何かに引っ張られたみたいに吸い込まれていったよ。もう手遅れかもしれんな。どういうこと？実はあんまり言いたくなかったんやけど、このお尻には人を食うてしまう化け物が住み着いとるらしいんや。人間を食べるって、なんでそんなのがおるんよ。知り合いが相場より安くしてくれるって言うから。なんとかしてよ。こうなったら今度しかないな。3.14159265358419719。飲酒率、それでタケルちゃんのこと救えろ。3.4825。化け物は割り切れへんもんが嫌いなんや。だからこれでタケルちゃんを吐き出してくれるかもしれない。そうやとしてもさ、ようそんなに何桁も覚えとうな。いや、適当や。はぁ、助けて。タケル無事なん？タケル、ほら、ぶんはよ助けや。そんなすぐに開けたら危険すぎるやろ。もしそれで俺まで食われたらどうするんや。別にええけど、生命保険もかけとるしな。おい、俺も唱えるわ。なんかわからんけど、 2.56789112131234123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 434123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 
タケル返せ。タケルちゃん。いった。大丈夫な。あれ？ここどこ？ああよかった。行かないで。お父さんなら大丈夫。タケルも帰ってきたし。意外と楽しかったで。おい助けてくれよ。じゃあタケルちゃんも帰ってきたことやし、3人で回転寿司でも行こうか。イエース。押し入れの化け物に食われたロボッパは二度と戻ることがなかった。ママは夫が行方不明のまま死亡したとして多額の保険金を受け取ることになり、一家三人は楽しく暮らしている。果たして本当の化け物は誰なのか。近い近い近い、シワがよく映ってる。こいつらはもういいシワですね。お小遣いこれからいらないよ。なんでここに座ってたら急に何かに、ここに座ってたら急に何かに引っ張られたよみたいに。志村ここに座ってたら急に何かに引っ張られたみたいに吸い込まれたんや。え、あ、
ここに座ってたら急に誰かに手を引っ張られた。ふざけとる。人間。音が変える。変える、音が変える。クザ。人間を食べるって、人間を食べるって。あら人間。わあ、影が映るへんの。何もしてんのに、ほんまこいつたち。お父さんこっち一人。こっちとか。そっちです。この辺見ていいって。絶対そっち、あっちです。するだけで。お母さんなの。やっとるぜ。泣いてや。人間を食べるって。もうやっとるからや。もうそっち行っとくわ。そっちでもそれやろ。どこ行ったって一緒ない。こっち一緒見えへんよ。いや、もうほんま最低やな。映ってないから。いや、そんな簡単にお尻上げたらあかんやろ。俺まで食らわれたらどうするんや。今噛んだな。食らわれたらみたいな感じだ。いや、そこは絶対噛んでない。噛んだよ。噛んでないで。噛んで。あとでじゃあ映像見てもらおう。絶対噛んでないから。絶対噛んで。これ噛んでなかったらどうする？え？何が？噛んでなかったらどうするんや。噛んどったらどうする？え、噛んどったら土下座しちゃう、やまるわ。あ、じゃあ噛んでなかったら踊るわ。じゃあこっちが指定した踊り踊ってな。俺まで食らえたらどうするんや。俺まで食らえたらどうするんや。俺まで食らえたらどうするんや。顔は必死な感じで、こうよりな、こうやり。顔ひっちゃうけど、もう分かった分かった。一斉の、はい、行かないで。もう一回、もう一回いきます。行かないで。いやー、あかんな、棒読みではない。行かないで。声出しにくくなんね。普通に出されへん。口動かさへんからね。普通に口が動かしてんやん。何やっと。行かないで。行かないで。行かないで。でか。行かないで。行かないで。行かないで。いや、おかしいな。もっと棒読みない。ならへんねん。行かないで。行かないで。行かないで。ちょっと笑ってた。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。